もうなんか今回ずっとこの絵でいこう紹介にならない高原しぐれです。はい、ということでコナン君こっちにステイヒア OK ということで今回ご紹介するのがですね、4月頃、あれ5月だっけ4月頃5月頃に名探偵コナンのその劇場版映画がですねやっている時期にやってた、なんだイベントフェスなんかそういうやつの特典を紹介していきたいと思います。私がですね池袋のアニメートさんに行った時にあったやつなんですけど、その時にまあ買ったやつこれだけじゃなくて他にもいっぱいあったんですけど、これとあとですねこれですね、何円以上購入した方に1枚コースターついてきますみたいなやつがあるんですけど、これをいくつかねもらいましたので紹介したいと思います。で、まあ、まずこれなんですけど、一回ね開けたっけな、開けたっぽいなんですが、これがね名探偵コナンのビッグ缶バッジですね、大きいやつ、コナン当たるといいなと思って買ったんですけど、裏ラインナップがですね名探偵コナン怪盗キッド、愛ちゃん、赤井さん、安室さんということで、何当たったっけな、多分ね開けてないかな、これ開けたいと思います。どっちか忘れた、めっちゃ頑丈だわ。まずこれを開けてからそのコースターを入れますね。安室さんな気がしなくもないのよ。赤井さんだった、赤井さんです。でもなんかちょっと傷ついてない？袋めっちゃ傷ついてない？なんで？缶バッジ自体は傷がないみたいです。よかったということで、まずこちらはビッグ缶バッジ当たりました。あとこれとですね他にもピンバッジ1個とあと DVD とか、まあ、コナンのねやつとかを買ったんですけど、その時にまあもらったのがこちらですね。これですね、なんかもう白飛びすごすぎて全然真っ白開けていきたいと思います。まずなんかコースターがなんだろう、ビレッジヴァンガードさんで販売してるコースターみたいな感じで、何出没注意みたいな、そんな感じの書き方されてるんですね。まずこちらがキッドとコナンの公的種応戦中ですね。はい、こんな感じでキッドとコナンの今年よく見たやつですね。あのラッピングの電車が走ってた時にもこれコナンはよくこれ出てました。で次がアイちゃん、かわいい、取り扱い注意、これはどういう意味でしょうか。アイちゃんの性格的な意味なのか、それとも彼女が科学者だから取り扱い薬品取り扱い注意ということなのか、どっちでしょう。アイちゃんもね気をつけないとね、よくコナン君失態をね言ってしまうんでね、アイちゃんに対しての失言が多すぎてよく怒られるので、そういう意味でも取り扱い注意なのかもしれません。ということで次、じゃん、はい、ランですね。遠距離恋愛中、あ違う、遠距離恋愛中、遠距離、まあ遠距離恋愛っちゃ遠距離恋愛か、そうですね。ちなみにこの周りはコナンの真実はいつも一つの英語ですね。 There is always only one truth が書かれてます。あそこに書いてあるな、そこに書いてある There is always only one truth。 はい、ということで遠距離恋愛中、今回20日以外でカップルで行ったって言っても片方新一はまああれね、なんかそうね、はい本気の海外旅行を2人で行ける日はあるんでしょうか。まあロンドン1回行ったけどね。ということで次、その彼氏、今回ね付き合い始めてっていうか、もう両思いというかカップル成立して初の映画でしたからね、素晴らしかった。背後注意、本当だよ、もうバットで殴られてる場合じゃないからさ本当に背後注意ですね。
どういう意味だろうね。チョキ型麻酔銃で刺されるよっていう意味合いでも背後注意だと思うし、お前殴られただろっていう意味合いでも背後注意っていうね、2つの意味があるようです。そして次あ、おしまいですね。今回私はもうちょっと種類あったと思うんですけど、こちらの4枚ゲットできました。本当に王道の4人ですね。やばいじゃん。そう、コナン、これもね、コナン欲しかったんだけどね、今年はね、コナン全然ダメでした。来なかった。なんだろうね。まあ、新欄が揃ったので、私の中では良しとしたいと思います。ということで、ご紹介しました。もうね、ちょっとこうしないとね、あ、今、ちゃんと見えるね。ただ、キットが白すぎて、全然わかんねえ。誰？みたいな。白飛びしすぎて、キットがわかんない。ということでご紹介しました。こちらがアニメイトさんの購入特典のコースター4種類と、あとその時に買った缶バッジ赤井さんでした。新蘭カップルおめでとう。初海外イエーイ。高原でした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。高原でした。